シトロエンは、フランスの大手自動車メーカー。現在はステランティス NV の一ブランドである。いち早い前輪駆動方式の採用や、窒素ガスを、機体バネに用いて、高圧油圧制御する独自のサスペンション機構、ハイドロニューマチックの開発をしていたことで知られる。戦前のエッフェル島の、シトロエン電光広告。1925年のアールデコ博の際に登場した。 第一次世界大戦終結直後の1919 19年、ダブルヘリカルギアの製造と大砲用の砲弾製造で財を成したアンドレ・シトロエンがヨーロッパにおける自動車の大衆化を目指し、フランス版フォードとなるべく設立した企業である。フランスの自動車メーカーの中では、後発組と言える存在であった。最初の工場は、軍事工場を転用したパリのセーヌ川、ジャベル・カガンの工場で、 現在その場所は、アンドレシトロエン公園になっている。エンブレムは、ヘの事情のくさび形を二つ重ねたもので、ドゥブルシュブロン、または、ダブルヘリカルギアと呼ばれる。これは、アンドレシトロエンが、経営者としてスタートするきっかけになった歯車、シェブロン、ギアの歯型をモチーフにしたものである。流れ作業方式による小型車、中型車の大量生産で成功を収めきゅう。 成長したが、やがて、アンドレのワンマン経営による過剰投資がたたり、1934年に経営危機に陥り、この際、タイヤメーカーのミシュランの系列会社となり、同社の市販社は、工場出荷タイヤにミシュラン製タイヤを指定、装着している。第二次世界大戦後も先鋭的な自動車開発で、世界的に注目される存在であり続け、1960年代には、 イタリアのフィアットやマセラティなどとも提携するが、1970年代には、再び経営困難な状況となり、結局1976年からは、同じフランスの競合自動車会社プジョーに主導される、形で、企業グループ PSAA、プジョーシトロエンの参加となっている。それに伴いプラットフォームやエンジンを、プジョー車と共通化するようになった。21世紀めの現在でも、 ョー者とのコンポーネンツ共用の基本方針は変わっておらず、また一時期のような独善的なまでの個性は抑えられるようになってきてはいるものの、依然として系列メーカーであるプジョーとは異なった個性を持つブランドとして存続し続けている。伝統としてフランス大統領の就任パレードに使用するオープンカーの提供を続けている。その車両は既存の車体を利用したワンオフモデルである。 新しい技術をいち早く採用することで知られ、それは10年進んだ車を20年間作り続けると形容された。創業にあたり、ジュール・サロモンの設計で1919 19年に発売されたタイプ A は最初の生産者であるとともに、ヨーロッパで最初の大量生産方式によって製造された自動車であった。1922年に発売された2人乗り、5馬力。 C 型車、通称 5CV は 543kg の軽量ながら、排気量 856cc のエンジンと3速、マニュアルトランスミッションを搭載。最高時速は 60km。価格は3900フラン。シトロンとあだ名されたレモンイエローの車体と黒いホイールという塗装の組み合わせと完璧なプロポーション、それに運転性の良さが、 世界の小型車の歴史に新しい時代を隠することになった。また、運転のしやすい後 CV の登場によって、フランスでは初めて自動車が女性に解放されたと言われる。1925年に発表された B12 は、ヨーロッパで最初のオール構成ボディを持った大量生産者である。また、現代では当然となった四輪ブレーキもこの時に導入した。 1932年には、モノピースという溶接による一体ボディ構造の8、10、15を発表する。このように、1930年代前半までは、アメリカ合衆国で実用化された進歩的自動車技術をいち早く咀嚼して、ヨーロッパに導入するという姿勢が顕著なメーカーであった。1921年10月、パリモーターショーでの 5CV ソノベクトルを展示。 強烈な独自性を発揮するようになったのは1933年に、ボアザン社出身の技術者、アンドレル・フェーブルが入社してからである。一大転機となったのは、彼の主導による、設計の 7CV、通称、トラクシオン・アバンが開発されたことによる。前輪駆動や、モノコックボディ、トーションバースプリングなどを、いち早く採用し、1934年に発表されると、 大きな反響を呼び、同社の先進性を市場に印象付けた最初の車となった。しかし同社の短期開発と新工場建設により、会社の経営破綻とアンドレシトロエンの経営撤退を招いた。1955年には金属スプリングの代わりに、機体バネと高圧オイルを用いる独創的なハイドロニューマチックサスペンションを装備した DS を発表。 車高調整とダンパーに使われたオイルはサスペンションだけにとどまらずパワーステアリングやブレーキ、ペダルレスでのクラッチコントロールや遠隔操作でのギアチェンジにも使われた。この10年進んだ車は果たしてその後20年間作り続けられた。他にもコウモリ傘に4つの車輪、走るものを置き、フランスのミングとまで言われ40年以上も 生産された経済者の 2CV をはじめユニークで独創性に満ちた自動車を多数開発し世に通ってきた。創業者のアンドレ・シトロエンは万事派手好きで広告戦略にも意を砕いたことで知られる。1925年から1936年までの11年間、エッフェル塔はシトランの文字で飾られた。この電飾文字は4 0トル離れた場所からも 視認でき、当時のエッフェル塔の代名詞でもあったという。また、飛行機でパリ上空にシトランと描いたこともあった。ニューモデルを発表すると、同時に生産者の成功なミニチュアカーを作り、販売したが、これは、将来の顧客である子供へのアピールであった。当時の同社の異性は頂点を極めており、赤ん坊が最初に覚える言葉は、パパ、ママ、そして、 シトロエンだと豪語するほどであった。広告においては、戦後もセンスあふれる活動を展開し、1965年ルーブル美術館主催のアート展が開かれるなど、芸術的にも評価を受けている。シトロエン C3WRC レース部門のシトロエンレーシングの活動は、伝統的にラリー系を中心として行われ、参戦した全てのビッグカテゴリーでチャンピオンを獲得した経歴を、 持つ。1989から2000年までは、シトロエンスポールを名乗っていた。1950年代から DS やに c v でラリーに参加し、ラリーモンテカルロやツールドコルスで勝利を挙げた。世界ラリー選手権には1986年のグループ B 時代に参戦した後一時活動を休止していたが、1998年に会にキットカーのクサラで復帰。 二輪駆動車でありながら、ワールドラリーカー勢を破って二度総合優勝を飾っている。2001年には WR カーを開発し、WRC クラスへの参戦を再開。フランス人の天才セバスチャン・ローブを用して2004年から2012年まで、ドライバーズタイトル9連覇を達成した。マニファクチャラータイトルも同期間中2006.2007年を除いた。 すべてで獲得している。しかしローブの離脱以降は勢いを失い、2019年をもって撤退。シトロエンの歴代 WRC 勝利数102回は、全メーカー中トップである。回クラスでは、JWRC でもマルチメイク時代の勝利数、タイトル数は鈴木をしのいで1位である。ワンメイク化後も2013年から2016年まで、DS3R3T が、 ワンメイク車両に指定されていた。また、WRC2、WRC3 でも、プライベーター向けに、グループ R 仕様のマシンを販売しており、WRC から撤退した後の2020年以降も、PH スポーツを支援する形で、WRC2、WRC3 へのセミワークス参戦は、続けられている。1990年代にはパリダカルラリーを、 中心とするラリーレードにも ZX で参戦し、1991年にアリバタネンが総合優勝を果たす。さらに1994年から1996年にはピエール・ラルティーグが総合3連覇を達成するなど、同一グループのプジョーと共に三菱自動車にとって最強のライバルとして立ちはだかった。2014年からはローブと共に、 世界ツーリングカー選手権にワークス参戦を開始。サーキットレースの世界選手権にエントリーするのはこれが初めてとなった。マシンは新興国向けセダンの C エリーゼ。デビュー年からホンダを圧倒する速さを見せ、2014年から2016年までドライバーとマニファクチャラーズタイトル双方で3連覇を達成。特に2015年はフィーチャーレースは全勝。 リバースグリッドの第2レースも他チームに参照しか許さない干渉といえる内容であった。しかし WRC に集中するために2016年いっぱいで撤退した。また2014年からは WTCC と同時に世界ラリークロス選手権にもペターソルベルグをワークス支援する形で参戦し、初年度と翌2015年にドライバーズタイトルに連覇を果たした。 その後は WTCC 同様、プジョーに後を託す形で撤退している。同一グループのプジョーとも古くから WRC やダカールなど同一カテゴリーで争ってきたが、PSA 全体の経営が年を追うごとに苦しくなっているため、2006年の WRC、QC 以降は同一カテゴリーでワッティングさせることは減った。また2014年に、 PSA の CEO に就任したカルロス・タバレスにより、シトロエンレーシングの本拠地であるサトリーに、プジョースポールと DS のモータースポーツ部門が移管され、財政面での統合がされている。長きにわたり、西部自動車販売が行っていたが、1980年代後半、シトロエン本社が日本のメーカー各社に持ちかけた販売提携に手を挙げた松田を加え、三社によって、 設立されたシトロエンジャポンが1989から1998年頃まで販売を行っていた。2001年より第2次のシトロエンジャポンが本社100%出資で立ち上がり、2008年4月にプジョージャポンと統合、プジョーシトロエンジャポンとなった。同社は2020年2月1日にグループ PSA ジャパンと社名変更している。 は2021年1月現在、日本市場に導入されているモデル。シトロエン DS ライン2015年にシトロエンから独立して単独のブランドとなった。詳細は DS オートモビルズを参照。シトロ MRE-2 動車によって開発された軽量ヘリコプター。ありがとうございます。